グッモーニン坂井、今回は初心者さんやアルカナがよくわかんない方向け、困ったら使っとけ、なアルカナをいくつか紹介しますぜ。個人的な主観のもとなのでその辺はご容赦ください。マントやレリックはダメージに影響しないものです。では行くぞ。行くぞ。ベーシックのおすすめです。まずは非エレメントよりフレイムクロス。そこそこ射程が長く、硬直も少ない、扱いやすい単発ヒットのベーシックです。強化後の射程はなかなか頼りになるので、困ったら使うといいでしょう。続いて風エレメントよりエアスピナー。初期装備のエアスラッシュが扱いやすそうですがそんなこともなく、チャージがあるベーシックはおすすめしにくいです。エアスピナーは全方位攻撃、連打が必要ですが硬直は非常に少なく、レリックとのシナジーも高いです。風コマビルドでも採用しました。一押しです。続いて土エレメントよりストーンショット。癖の強い土の中でも比較的扱いやすい遠距離ベーシックです。ただ初心者さんにはちょっと難しいかも。やっぱり他エレメントのベーシックがおすすめです。ドリル系あったら採用してた。続いて雷エレメントよりボルトレイル。来ました。扱いやすさナンバーワン。こいつの魅力は圧倒的な馴染みやすさです。攻撃持続がわかりやすく、感覚的に扱えるのが非常に高評価です。続いて水エレメントよりリップタイド。扱いやすさは先のボルトレイルに劣りますが、こいつは発射感覚と範囲が優秀。これも馴染みやすいので特に雑魚戦の安定化が図れます。隣にあるダガーはかなり難しいベーシックなので、モノズクさんは使ってみてあげてもいいですね。ベーシック最後はカオスエレメントよりカオスクラッシャー。こいつの優秀な点は高い火力と近接発射体の両属性持ち。硬直も短く、先に紹介する強化系アルカナやレリックとのシナジーも高い。完璧な困ったら使っとけというようなベーシックです。ただ、最低でも1回クリアが必要なのが短所ですね。ダッシュのおすすめです。まずは非エレメントよりイグニッションダッシュ。ダッシュ後しばらく炎をまといます。自然とコンボ火力の向上を狙え、扱いやすく生きやすいダッシュです。プレイヤーの進行方向と同じ方向にダメージを出せるダッシュは評価高めです。続いて風エレメントよりエアバースト。初期ダッシュですが、アプデにより非常に強力なダッシュになりました。特に強化後の攻撃範囲が強力で、いかなる状況でも生きやすいダッシュです。同じく風エレメントよりウィンドサルボ、先のエアバーストが範囲だったのに対し、こちらは単体向けです。接近時に持続の長い攻撃を当てることにより、主に表裏陰線のコンボの安定化に一役買います。続いて土エレメントよりトンネリングドライブ、先のウィンドサルボと評価基準はほぼ同じですが、こちらは強化後の能力が火力寄りになっています。多段ヒットビルドならぜひ。続いて雷エレメントよりサーキットライン、空想一押しのダッシュです。クールタイムが非常に短く、時間差攻撃なので逃げに使え、ボスをまたいだりして自然と火力を稼ぎやすいのが魅力です。クールタイムを短くしすぎると大変なことになるのは注意ですけど。続いて水エレメントよりウェーブフロント、シールド効果を持ったダッシュで、発動時には風のキャンバスやリーモの葉がなくともある程度のダメージはシールドが肩代わりしてくれます。火力は高くないです。ダッシュ最後はカオスエレメントよりカオティックリフト。唯一攻撃性能のないダッシュでありながら、ゲーム最強のアルカナと言っても過言ではありません。まずは先に紹介したキャンバスや歯がなくてもダッシュ中は無敵である点。さらにほぼ全ての壁を貫通して移動できる点。これらはあらゆる攻撃性能を捨ててでも強力な特性です。ダッシュでも通用します。カオス周回はリフトを取ってから格段に効率が上がるでしょう。スタンダードのおすすめです。ここではシグネチャーが存在しないものを取り上げます。まずは非エレメントよりラピッドファイアー。ファイアーは筋肉んじゃない方です。お手頃で使いやすいエージェントです。コンボの引っ掛けに役立ってくれるでしょう。続いて風エレメントより風の番兵。時間ではなく、攻撃回数で消滅する発射体アルカナで、発動すると近くの敵を自動で攻撃してくれます。強化後の持続が優秀で、主にタイスラさんで役に立ちます。ここで、アルカナの強化と強化系アルカナは全くの別物です。風エレメントより回避のゼファーは、効果時間中は全ての攻撃を回避します。ぶっちぎりの最強スタンダードアルカナです。ただしベーシック以外のアルカナ発動時や棒立ち時は無敵じゃなくなるので注意。なぜゼファーが最強スタンダードか、その理由をお教えしましょう。ゼファーは回避性能に全振りした強化系アルカナです。回避。つまり、この隠密の仮面というレリックの効果を、強引に発揮させることができます。クリティカルによって効果が生まれるレリックは多く、吸血鬼で回復よし、ネメシスダイスでギャンブルよし、単純にカオスの紋章で火力向上もよし、他のクリティカルアルカナの枠も開くのでビルド構築の余裕も生まれます。それを成し得るのが、ゼファーと運命の組み合わせです。多少の PS は必要ですが、クリティカルを安定させるならこれ一択です。間違っても、ゼファーで回避中に棒立ちしてはなりませんよ。
解説に戻ります。続いて月エレメントよりアーセンイージス。見た目の通り、敵の発射体を防いでくれます。その上ある程度 DPS の向上にも役立ってくれます。スラ3フェーズ3実装で強さが認識されるようになったって感じでしょうか。続いて雷エレメントよりマグスフィア、ゼファーと並んでめちゃ強な強化アルカナです。ここではお見せできませんが、効果は至って単純。敵の発射体を自身の攻撃に変えるというもの。これだけでアーチャー、明治は貫通できる上、さらに DPS もとんでもないです。続いて水エレメントよりカーダイズプライム、評価基準はアーゼンイージスとちょっとだけ似ていて、主に雑魚戦の安定性に一役買ってくれる感じです。持っていく、というよりは、見つけたら拾っていく、という感じのおすすめですね。続いてカオスエレメントよりファントムカンパニー、ファントムアルカナのアーチャーです。召喚時の攻撃範囲が広く、出しとけば勝手に攻撃してくれるのが便利です。召喚アルカナ扱いではないのに注意。同じくカオスエレメントよりドラゴンフォール、説明の通り他のドラゴンアルカナを切り、ドラゴンフォール発動時に同時に発動させます。そのため理論上は11枚アルカナを同時装備してる状態になり、ロマンとしては間違いなく最強です。シグネチャーのおすすめです。仕様として、シグネチャーは通常時自動的に強化スタンダードになり、道中の変更が不可能になります。まずは非エレメントよりフレームブレス、単発、そこそこの範囲、効果力と使い勝手が良く、シグネチャーチャージ完了で効果力をヒットと火傷を与えます。シンプルで使いやすいです。続いてドラゴンアーク、通常時はストック式の発射体スタンダードのドラゴン系アルカナで、初期スタンダードアルカナの一つでもあります。シグネチャーチャージ完了時、大量のドラゴンを呼び出して撃ちます。強化の恩恵も高く純粋に強いアルカナですね。続いてブライズラリアット、非エレメント縛りの時に採用したアルカナで、通常時は効果力のみヒットを広い範囲にぶつける、使いやすいスタンダードです。シグネチャージにラリアットの数が3本になり、高速回転して敵に大体6ヒットの高いダメージをぶつけます。続いて風エレメントよりスパイラル台風、吸血鬼ビルドで採用したシグネチャーですね。通常時でもすでに完成されており、敵をまとめて拘束し、最終弾で吹っ飛ばすアルカナです。シグネチャージは台風が4つに増えます。通常時13ヒット、シグネチャー23ヒットで吸血鬼のメガネととても相性がいいわけです。狙って崖にも落としやすいですね。続いて切り裂く旋風、シグネチャーも存在しますが、進化を発揮するのは台風などのシグネチャーと組み合わせた時、通常時は当たった敵を巻き込んでひとまとめにするアルカナで、シグネチャー時に旋風がワーリングトルネードみたいになります。敵を巻き込んでひとまとめにする特性上、吸血鬼で旋風台風のコンボが特に強力なわけです。めっちゃ安定します。続いて月エレメントよりロックンロール、ロケンローって略しますね。強化前は3枚、強化後に5枚のノコギリを走らせるアルカナです。シグネチャージはノコがでかくなるだけなのでスタンダード推奨です。このロケンロー、壁にぶつかると沿って走る特性上、壁際で止まってる敵に5枚ノコギリを食い込ませるムーブが可能であり、圧倒的なヒット数のおかげで吸血鬼との相性がかなりいいです。安定の判断材料が吸血鬼なのはご勘弁。続いてトゲだらけのバレー、ダメージこそ低いですがダメージのばらまき特性が高く、大体投げてれば当たるダウンの起点として優秀です。シグネチャージに4方向でバレーが始まり尋常じゃない攻撃範囲を誇り、ヒット数の観点からも不足の事態、吸血鬼のメガネと相性抜群です。ダメージこそ低いですが、1方向フルヒット57ダメージ。続いてテラノは、強化時では自身の周囲にトゲを出す効果力単発アルカナで、未強化時のフルヒットには劣りますが一瞬でダメージを出せるので、50ダメージ 0.5 秒と考えれば DPS 弱、バケモンですね。シグネチャーは未強化時のダメージをヒットに最終弾50ダメージ、ダメージ面だけなら最強クラスです。続いて雷エレメントよりボルトピンボール、イージスやカーダイスのような魔刀系のアルカナの中で、敵に当たって勝手に周りも攻撃してくれる点が高評価、ダメージを出しやすい、といえばわかりやすいかも。シグネチャージは弾の数が倍になり、跳ね返る回数とともに強化時の効果も合わさって、殲滅性能がぐっと上がります。続いてアークスフィア、その場にとどまりダメージを与え続けるでかい元気玉みたいなのを置きます。このゲームにおける硬直が一瞬の置き技はかなり強力であり、その中でもこいつは台風と似た操作感でかなりおすすめできます。台風より入手時期が早いのも魅力ですね。シグネチャーで似たような小さい玉を一緒にぶつけます。例に漏れず硬直は一瞬なのでベーシック打つもスタンダード打つもよし。続いてスパークアレイ、ベラボーに広い攻撃範囲にショック効果付きという強悪性能、ショック効果はバーンとフリーズを足してみて割った感じの認識で大丈夫です。その性能から察する低いダメージと弱い表現適性、長所と短所がはっきりしてるアルカナですね。このアルカナはシグネチャーが強悪で、でかい火花から通常時と同じ火花を大量に拡散させて飛んでいきます。その火花も通常時と全く同じ性能、見た方がわかりやすいです。使ってみましょう。
続いて水エレメントよりドラゴンサージ、ドラゴンアルカナの一種で、シラスみたいな竜を2体召喚します。自動追尾、長い持続時間、攻撃回数の圧倒的多さから、ドラゴンアルカナの中ではぶっちぎりの基礎強アルカナですね。シグネチャージには召喚する竜の数が3倍に増えます。はい、6体です。なんとこの竜、召喚数制限がありません。どういうことかと言いますと、ビルド次第ではこんなこともできるんですね。ダメージ最強カオスアルカナも顔負けの火力が出せてしまいます。ここでは説明しませんが、別のアルカナでも状況次第でこのシラスドラゴンは召喚できてしまいます。オアです、オア。続いてフロストファン。難しいけど使いこなせたらクソ強い系のアルカナの中でも雑に使っても結構強いって感じのアルカナです。雑魚は必ずフリーズにし、ダメージも25と高い部類です。シグネチャージは3連続で発射します。ちなみにこのゲーム、ヒット時の無敵時間が存在しません。つまりこのフロストファン、ボスに密着して撃つとどうなると思いますか？タイムアタックでよく使ってる人がいますね。続いてダイダルブラスト。短い硬直と一時的なシールド付与、緊急回避としての使い方が強力ですね。シールドは強化後の能力ですが、素の火力もそこそこ高く、癖が少なく扱いやすいのが魅力です。シグネチャージには渦の数が増え、災害弾の渦まで一気にぶっ飛ばす分かりやすい攻撃で、安全で立ち回る上で必要以上の火力も期待できるのがいいですね。続いてカオスエレメントよりファントムブリゲード。いろんな方の動画見てきましたが、やっぱり一番はこいつなんだなと。短い硬直に自動攻撃、高い火力、シグネチャージにはカオス以外のエレメントをまとって強力な攻撃をします。素の火力も2倍に、さらにステータス効果で重ね重ねダメージを与え、全弾を単体に与えた時の火力はゲーム内最強クラスです。強いて欠点を挙げるなら、鍵付き宝箱に何もできない点ですね。最後にカオキックバスター。皆さん、数字は高ければ高い方がいいですか？バスターは単純明快、チャージして当てるだけです。本体を敵に当てると10数ヒットのカオスの力をぶつけます。クールタイム5秒、波のシグネチャーで出す火力をこいつは常に放てます。シグネチャージにはさらに凝縮された弾を放ち、当てた相手に250を超える合計ダメージを与えます。発射体扱いなのでレリックでの火力増強も簡単。チャージしないと強くないアルカナですが、ボスが出てくる前とか両議員の攻撃を回避した後とか、そう、上手くなれば上手くなるほどに強くなるアルカナです。スラさんを倒したなら、いけるでしょう？以上で困ったら使っとけアルカナ紹介は終わります。これ以外にもアルカナはたくさんの種類があり、また皆さんの好みも多種多様です。なので、この動画はそのまま鵜呑みにせず、自分のお気に入りビルドを見つけるための資料にしていただければ、なんなら空想が一番好きなアルカナ、紹介の中に入ってないですからね。本編もよろしくどうぞ。左側ぐらいに再生リストあると思います。ご視聴ありがとうございました。